あ、ちなみに今激しい動きするこれ、これは牛乳飲んだ時の仕草だと思っていいよ。明るい明るい、待ってじゃご飯だけ食べよう。やっと一口になった唐揚げでも同じ動きする。え、違うよ、これロウコがさ薬飲む時と同じな。薬ってさカプセルを下に置いたら水ごっくんするじゃん。でもなかなか奥に行かないから首振るじゃん。そんな気持ちだよ。こうやってこうやって首振るし、みんな薬飲む時カッカッカってみたいな牛乳も今コップに入れて飲むんだけど首振らないの首振らないの？うん、まあ僕は首振るけどね。まあ僕は首振るけどね。うん、ママにずっとなんか鳥みたいなことしないでって言われてたけど、こうしないと入んねんだよってずっと怒ってやってた。うん、こうしないと飲めないんだよってずっと怒ってやってた。だからもう何も言われなくなったそうそうで、今牛乳は、牛乳はちゃんと理由がある。だって、牛乳嫌いだからね。牛乳嫌いだけど、ちゃんと、こうセンターターン以外にも、このサイドターンにもね、当てるために、こうやって横で首を振ることで、まあ、間引かれるんですよ。そう。ロボコさんペンギンだったら、やっぱ、僕もそう思ってたんですよね。僕もそう思ってたんですよね。